ダウガフピルス市電はラトビアのダウガフピルス市内を走る路面電車である。ソビエト連邦時代の1946年11月5日に開通したラトビア第二の都市ダウガフピルスの路面電車。都市の発展とともに延伸が続き、1977年までに現在のおおよその路線網が完成した。ソビエト連邦の崩壊後はダウガフピルス市によって 直接運営されていたが、2013年から2014年にかけて公営企業への再編が行われ、2020年現在は路線バスとともにダウガフピルス交通によって運営されている。2020年現在、ダウガフピルス市電では以下の3系統が運行している。これらのうち第3系統についてはダウガフピルス市の支援のもとで、 ダウガフピルス地方病院方面への延伸工事が行われ、2020年2月5日に43年ぶりの新規路線として全長 2.1km の路線が開業した。また欧州開発基金を用いた路線の改修や、工述する新型超低床電車の導入も積極的に行われている。運賃は IC カードを用いて支払う方式となっており、 月間チケットは25ユーロで購入可能である。2019年から2020年の時点でダウガフピルス市電に導入されている車両は以下の通り。シティスターを除いて全車とも終電装置にポールが用いられているが、シティスターには市電で初めてシングルアーム式パンタグラフが採用されており、それに合わせた軌道の改修工事が進行している。ダウガフピルス交通の公式ページ。 2020年3月14日閲覧。ありがとうございます。